みんな、やっと来たぞ。1ヶ月ぶりの新武器、一撃必殺対物ライフルパンツァービュクセ使っていこうと思います。どうもそばろです。ちょっと今日はね、頑張っていこうと思う。やばい、危なかった。本当にね、この陛下だけは苦手。よく分かってないんだよね、スナイパーの使い方っていうのは。スナイパー専門チャンネルではないんで、残念なことにアサルト特化型なんで、お見苦しいところをお見せすると思う。あいつだけは抜きたい。このロングぐらいはせっかくなんで活躍していきたい。であとは塀裏だね。 OK、 ヘッドショット、いいね。いや、このロングなら俺でも簡単にキル取れるわ。ロングを押さえとけば味方がいいポイント取ってくれるでしょう。他力本願ですが、この武器を使っている上、仕方ない立ち回り。さあ来い。いいね、ここの、は？ちょっと押すな、バカ。やめてくれ。ここは俺のポジションだ。あ、うさ。俺のバイプポジション壊された。対物ライフル全く使ってないんだよね。AT ライフルに関してもさ、もう動画撮って以降全く使ってなくて、未だに専門技能レベル3だもん。そんぐらい、対物ライフルには全くの興味を抱いてないんで、ダクソ。あ、出た。あ、27ダメ入る。え、そんな高かったっけ？すげえ、4人ぐらいで撃てば一発で落ちんじゃん。MMG 対空するより楽な仕事。ワンキル、いいね。だがこれはまずいぞ。これ囲まれてる。いや最悪。あー、ここに来てリボルバーが冴えた。だがしかしもう絶望ですわ。ここに来て同打ち一撃の強さが発揮された。この武器で拠点取りに行けるかな、 D ポイント。あ、無理な気がすんだが、バレてないのが前提条件の武器だからね、かなり難しいと思う、コンクエストでは。ブレイクスルーとかグランドオペレーションとかだったら強いかもね。あー、味方やられた。いや、そん中か。ほら、破壊できないんだよ。なんかアップデートか何かで変わったのかもしんないけど、家破壊できないんだよね。お、ナイスナイス、味方。いいね、 D ポイント取れた、奇跡的。やばい、戦車来てる。対物ライフルの出番だ。一当て。あー、バレてる。ちょ、分散しよう、分散。分散して、うまく戦車をどんどん削っていこう。7ダメージか。いいね、ちょっとずつ削っていこう。ヒット&ウェイ作戦でいこう。来てる来てる来てる。一当て、5ダメ。あ、腰ダメでも案外当たるな。みんな分散して、分散。分散しないと一気にやられる。ゴキブリのように徘徊しろ。一当て、いいの、8ダメ8ダメ。あとちょっと半分切ってる、半分切ってる。攻めろ攻めろ攻めろ、攻めどき攻めどき。ナイス味方。いいね、火吹いてる火吹いてる。あと一発。いや、ここに来て外した。あと一発なんだけどな。オッケー、ナイス。素晴らしい連携プレー。このまま D ポイント攻めよう。 MMG いんのか。おい、屋根 MMG 抜いた。あと一人か。ん、あー、外がいんのか。近距離、ド近距離狙おう。ショットガンに近距離で勝った。まだ解除してない人にボーイズ AT ライフルとパンツァービュクセの違いを説明すると、まずボーイズ AT ライフルはイギリス軍の銃で、パンツァービュクセはドイツ軍の対物ライフル。でダメージ量に関しては全体的にダメージが高いのが今回出たパンツァービュクセなんだけど、 AT ライフルとの違いとしてはパンツァービュクセの方が若干リロードが遅いのかな。まあ、もともとタイプズライフルクソ遅いんだけどさ。やばい、入ってきた敵。敵が入ってきた。リロードの遅さがやっぱりネックだね。対多数は全く相手できない。本当に遠距離でパスパス抜くしかない。やばい、オッケー抜いた。いいね、同打ちやっぱり一撃だね。オッケー一撃。あー、場所バレてる。一旦引こう。場所がバレてしまったらもうすぐに逃げて場所を変えよう。一旦ここで PUBG 隠れするわ。で、敵が A ポイント向かったらもう一回 D ポイント入ろう。あ、やばい、味方が2人ヘッドショットで抜かれてる。しかもルイスガンで。やばい、やべえやついるぞ。ダメ、それ行くな、それ行くな。あ、これ俺も死ぬな。
死を覚悟して方面支援立つわ。俺もこれ5秒ぐらいで死ぬんじゃない。あーマジか、うざ。もっと早く死んだわ。くそー、さすがアップデート後。あ、倒した倒した倒した。指定危険物倒したわ。ありがとう、助かる。よし、これで D ポイントみんなで行こう。俺が爆撃飛ばす、その間に前進してくれ。だけどさっきのやべえやつがいねえかちょっと心配だが、いや、いるわいるわ。これどうしよう。あ、倒した、やべえやつ倒したわ。芋ポジ探そう、芋ポジ。もう俺は芋るよ、この点差なら。負ける？やっぱ一撃はいいね、スナイパーライフル。俺みたいな才能がないやつでもワンチャンキル取れるし、ヘッドショット狙う必要性がない。あ、戦車いる。1当て、あと1、2発じゃない？ OK、 当てた。お、破壊したか。お、いいね、破壊したね、ナイス。歩兵もいる。おい、倒した。 OK、 GG ということでお疲れ様でした。次はもうちょっと拠点取り意識してみるわ。さっきのゲームで分かったことなんだけど、しゃがみながらさ、エイムするとある程度まっすぐ飛ぶんだよね。だからこうやってかがむ必要もないみたいな、そこまで来てる、まあ、かがめるんだったらかがんだ方がいいんだけど、近距離とかだったらしゃがんでエイムした方がいい。一当て、そう、これが強い。 OK、 当たった、いいね。この距離も当たるんだ。石膏兵ってさ、どんな武器にも限らずスポットフレアはどんどん焚くべきだと思ってる。もう芋でもいいからね、焚いてくれるだけで役に立つから、どん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 焚いてほしい。ワンキル、いいね。これが強いんです、怪物ライフルは。え、95、マジか、逃したな。右かとか、オッケー、危ない。ただ C ポイントかなりいるぞ。あー、逃した。あいつもドキン距離でやるか。オッケー、ワンキル、まずい、下がってリロード、出てこい。オッケー、下がってリロード。やばい、来てる。いやー、マジかー、そこで95かー、足ダメですわ。お、戦車いるじゃん、あいつ倒そうぜ。いやー、スモーク焚き上がった。でもこれを逆に利用するか、利用してちょっと近づこう。はい、おー、ナイス味方、いいね。これしばって上に乗りまーす。お前の弱点はここだろう。どうだ、気持ちいいだろう、ここだお前の弱点は。いやー、やられた。あー、そこにもいたのか。あ、待って、ナイスナイスナイス、いいね、戦車界素晴らしい。まずいな、従来の使い方とは違う使い方をしてるかもしれない。これはまた荒れますな、これは荒れますわ。これ腰ダメで撃つのが強いんですよとみんなに知らしめることになる。やっぱり今の外すのはちょっと難しいね。4分の1の確率ぐらいなんだよね、当てるか当てないかは。お前逃がさん、やばい、来てる。オッケー、ヘッドショット、やばい、バレる。あ、危ない、やばい、これ、あ、周り誰もいない。あ、やばい、あ、くっそ。いや、この人数は無理だわ。あー、4分の1外した、最悪。ナイス味方、もう一人来てる。あいつ上登ってきてんな、この裏か。待てよ、俺に任せてくれ、ここは俺に任せてくれ。このドキン距離なら俺の専門。これが怪物ライフルです。いやー、反対側いるよこいつ、俺の苦手距離を熟知してやがる。いや、無理なんだよな。あ、ナイスナイス、ここの距離になるとね、何もできん。これ A ポイントから来るんじゃない。いや、外した。いや、さすがリボルバー、あと1人。いやー、来てる。いやー、外した、最悪。あいつ棒立ちしてやがる、舐めたことしやがって。これが怪物ライフルよ。
今回かなり俺拠点に絡んでるぜ、怪物ライフルのくせに。意外と胃もってるイメージの方が強いと思うけど、ちゃんとこういう立ち回りもできるんですよってみんなに見せられるからいいね。外周か、同業者いた同業者がいたぞ。お、ジージーお疲れ様でした。新武器に関してなんですが、ボーイズ AT ライフルのダメージ上がった版とイメージして OK だと思います。ただ建物破壊系の効果がなくなっちゃったんで、そこが寂しいかなーって思います。ということでお疲れ様でした。バイバイ。